はい、ティアヘッドラブル、今日は7月1日1日ですね、7月1日ティアヘッドラブルが始まります。さて今日のゲストなんですが、俺的にはですね、古い仲間というかまあね、札幌でバンドを始めてもう30年以上経つんで、すごい古い仲間もいっぱいいるんですけど、比較的新しい仲間ではあるんですけど、ちょっと他の人とは思い入れが違う人を呼びました。菅原隆一さんです。はい、札幌で活動しているロックバンドロアのギターの隆一です。よろしくお願いします。はい、なんで特別かっていうと、実はリュウちゃんは俺のファントム・オブ・ソローの初期のメンバーでもあるんで、そう、バンド組むぞってなった時に、まあとりあえずドラム、ベース、ギター3人で始めたんですけど、まあなんかたまたまね、ドラムの、当時ドラムだったサワーの、はい、職場の同僚だったんですよ。そうです、そうです、ね、はい、で、それでサワー連れてきて、で、こうしてギター弾くんじゃないみたいな話で、じゃあ一緒にやろうよみたいな感じになって、そのもう反強制的というか、ね、ほぼ騙し討ちに近い感じでこうバンドに加入させて1年半ぐらいかって、そうですね、だいたいそんな2年弱ぐらい、2年弱ぐらいかね。でも本当の初期の立ち上げの頃のバンドを手伝ってたというか、まあ、一緒に活動してたという、うん、懐かしいね。そうですね、10年前の10年とからしいです。そう、だから、ね、まあ、30年越しの友達とかもたくさんいるから、そんなに古いかって言われると、いや、もっと古いやついっぱいいるみたいな感じではあるんだけど、ここ10年ではやっぱ、ね、バンド立ち上げ期を共に戦ってきたというか、そうですね、共に遊んできたというか、そういう意味では、ね、すごくこう思い出がある、個人的にね、俺個人的に。まあそういう人なんですよ。で、まあバンドやめてからもうなんだかんだ言って、ぼつらぼつら交流は続いてるよね。そうですね、うん、はい。あと何より驚くのが、俺がやってるフリーセッションをコンプリートしてるよね、ほぼほぼ。そうですね、今のとこ解禁。そうだよね、はい、もう4年やってんのに4年解禁ってすごいよね必ずいるもんな。いや、リュウちゃんいないとなんか、ね、変な感じになるんだよね。最近だと頭からいないです。そう、最近途中から来るようになって重役出勤になったで、この番組を、まあ今まではね、結構ね、くだらない話をだらだらって何年もやってたんだけど、今年からね、真面目にやろうと思って。今年からですか？そう、今年からね、番組をちゃんと真面目にやって、はい、局長に嫌われないようにしようと思って、ちゃんと企画を練ってね、1月からやってるんですよ。はい、でその企画っていうのが、こう地元札幌もしくは北海道のアマチュアとかインディーズの、要はメジャーデビュー、まあ、しててもいいけど、今現在メジャーで活動してないっていう条件で、はいはい、ミュージシャンを呼んで話を聞くっていう、そういう企画をしてて、で特に俺は自分がギターだから、まあ、ギタリスト中心でやってるわけですよ、はい、でこの半年間でギタリストじゃない人は、沢田真希っていうおばさんがいるんですよ、ボーカルのね。ね、まあ、俺通称ババアって呼んでるんだけど、このババアとか言って、うせえとか言われて、いつもね、怒られるんだけど、ね、その沢田真希がボーカルだって言うと、前回だったかな、河合さんってエフェクターを作ってる、はい、ネックセッションに来る。はい、あの人ももともとメジャーデビューしたメジャーミュージシャンだったんだけど、そうで今もうメジャーじゃないからっていうで、あ、じゃあインディーズってことでいいねっていうことで、で今メジャーの活動してないっていうから、あ、じゃあ条件に合うねって呼んでまして、その2人ぐらいだとみんなギタリストなんで、そうで何を喋ってるか不安でしょ。あ、普段ですか。この番組。あ、はいはい、今までっていうかね、いつも聞いてることは、何がきっかけで音楽やるようになったのか、はい、で、さらにもっと掘り下げて、何がきっかけでギタリストになったのか、
これこの2つはね必ず聴いてる、はい、何がきっかけなの音楽をやる感じになったのか、まあ、ギターが先なのか音楽が先なのか分かんないけど、もともとちっちゃい頃から、うん、歌が好きで、うん、で、まあ、バタモンのカセットとかよく売ってたじゃないですか、売ってた、ね、アニメとかの本物が歌ってないやつ、はい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 、ホーマックとか言ってたやつああいうやつをいっぱい、ホーマックね、あったんですよね、石黒ホーマーだった時当時はねこれ、本州にあんのかな、ホーマック、あ、どうなんでしょうね、あるんだ、ホーマックって言って通じるのは多分関東以北じゃねえかなって気がするんだけど、そうそうそう、まあ今よりホームセンターね、ホームセンターホームセンターにそのバッタモンのカセットが売ってて、はいはいはい、そういうのをまあテレビでアニメとかも好きで見てて、それの主題歌をバン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 こう聴いて歌ってっていうのが多分音楽自体はきっかけで、なるほど、でそれをずっと続けてて、でもテープだったんで、うん、音がこうダメになるじゃないですか、なるね、伸びて、なで伸びて音がおかしくなってることにこう気持ち悪くなったりするこうだったんですね。あでギター自体は、うん、うち中学校の音楽の授業で、うん、ガットギターあったんですよ。うんうん、俺もあった。あんまないですよね。あ、そうなの。あ、あります。俺ね、中学校って3つ変わってるんだけど、そのうちの2つあったよ。ガットギターね、音楽室に歌って、授業でギターの弾き方を習うんだけど、あれが俺嫌いでさ、あ、ダメだったんですか、うん、あら、いや、ギターは好きなんだけど、うん、あのクラシックギターを、なんかこうやって構えるじゃん、あ、はいはい、してさ、こう弾くじゃんさ、なんでこう、ネック立ててんのお前みたいな、リッチブラックはこう横になってるのみたいなさもうその頃、それリッチとかでした、うん、もう俺はリッチだった、そうですか、中学だからね、全然、そういう用語の全然知らなくて、そうなんだ、中1の時はもう、当時多分ルナシーとか、あ、もうすげえジェネレーションギャップルナシーとかそういうのが好きで、うん、で、ギターっていうものじゃ分かってなくて、はいはい、ただ音楽の授業でその先生がこうで、うちソフトのピックあるじゃないですか、うん、ガットギターなんだけど、はいはい、ピックでかき鳴らす授業があってガットギターを、ガットギターを授業でやってる、シーンってすごいペラン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 のやつとかを楽器屋で買ってきて、うん、でそれでこうパチ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 弾くのがあって、でそこでバレーコード出てくるんですよバレーコード、こうこれですね、こうです、はい、F みたいですよ、多分 Eメジャーの、はい、多分ハイコード、そんなやつがみんな鳴らせないんですよ、なんないだろ普通はね、でも鳴らせちゃったんですね、あ、鳴っちゃったんだ、鳴っちゃったんですよ、でそこで気を良くして始めた感じですね、あ、それね、俺もね、始めた頃さ、俺一番最初に始めた曲がさ、なんだっけ、カルメン・マケの、はい、時には母のない子のようにって曲なんだけど、知ってる？いや、分かんないよね、もう全然世代違うから分かんないと思うんだけどその曲はね、恋愛なのから始まるんだ、はい、時には母のない子のように、どうだ？どうだ？要はマイナーの3コードだったんだけど、はい、で、だから途中でね、なぜかね、F が出てきたんだよね、 F？ そう、ああ、出てきそうですね、ああ、出てきそう、マイナーだったか忘れたけど、で、お尻をさ、話をしてた時になんか友達がね、それ抑えらんないよね、みたいな話になったから、え、そうなんだと思って、俺もね、F 弾けちゃったんだよね、あ、もうここで一回別れるって言いますよねもう、鼻からね、F 全然楽勝みたいな感じで音出ちゃったから、それで気良くして良し、来たり来ると思って今に至るんだよ、似てるね、そこね、そうですね、バレーコード普通鳴らさないだろ、ね、初心者の、ね、しかもハイコードでしたからね、ローコードのとかじゃなくて、そう、ここでしょ、ならないからね、普通ね、もうなんか指太いからさ、ここでこうやってバレーするのすごい辛いよ、ああ、そうですよね、だからこうして、ね、あ、そう、このさ、
薬指をさ逆にこう関節逆に曲げるっていう、ね、技がさあれすげえなと俺初めて見た時すげえと思って中学の時だと思うけどあめちゃ練習して指なんでこうギターの人ってこう薬指がこの第一関節が逆に曲がるみたいな、うん、あれをこうなんか見た時にすげえ感動して、うん、お風呂とかでこう一生懸命逆に曲げる練習してねこうやってやってあで結局ね曲がんなかったんだけど逆にはでもなんとなくこう弦をこう逃げる感じはね覚えたから、まあ、それでいいやあれ結構すごい。
風になってて、最初にこう、で、いやでもこんな音じゃねえよってことは音程は合ってるかもしれないけど、なんかニュアンスとか全然違う、ニュアンス違うよみたいな話になって、でみんなどうやってんだろうってしたら、1年ぐらい経って、なんか雑誌にさ、載ったらパッピング、当時ライトハンドショーって言ってたけど、え、こんな、こんなんで演奏できるのって当時思ってて、で、俺練習したんだけど物にならなくて、で、翌年だからさ、俺高校生だったっけ、中3でバンヘレンが出てるから、はい、俺高校生で、で、みんなバンヘレンの周りは、うん、必死にコピーして、ユーリアリガトミとか、みんなやってるわけよ。あと、このやつ。ああ、シュワシュワ言ってるやつ。で、これもさ、なんか、エフェクターがさ、フランジャー感覚でできないじゃん。はい、練習したんだけど、物にならなかったの。で、もうヘビーメタルできない。ハードロックとかヘビーメタルとか、もう無理なんじゃないか。で、開き直ってさ、ディープパープルばっかりですよ。まだディープリッチの方が、幾分ちょっとオーソドックスじゃん。バンヘリに比べると。そうですね。あの奇抜なことやってそうで、意外とやってない。そうそう、イメージ普通なんです。そうですね。で、ずっとやってるうちに、時代に乗り遅れたの。いや、そんなことはないじゃないですか。いや、だってさ、ちょうどリュウちゃんが、そのラウドネスがどうしたこうしたって言ってるけど、はい、その山田雅樹がボーカルとかって。で、俺はさ、山田君と年一個しか違わないから。そうですね。札幌でアマチュアやってる時、隣のスタジオでフラットバッカー練習してるわけよ。うん。普通に。で、あ、山田君どう思うとかって言って、で、帰り遅くないと、こう、小翔君に送ってもらったりとかしたから。すごいな。だから、あんまりその、なんか、なんていうの、遠い感じがしないよね、彼は。なんかお友達の延長みたいな感覚があって。だからね、なんか、で、彼らはもうご存知のフラットロッカーとか、イージオとかになっていくわけじゃん。はい、そこでさ、俺、地面編やってるわけよ、横で。完全に時代に乗り遅れてるよ。今思うとね、あの時にみんなこうハードロックからヘビーメタルにこうどんどん行って、はい、でなおかつオリジナルをやるんだっていうスタイル、うん、でオリジナルを始めた連中っていうのはもうどんどん新しい音楽を取り入れてどんどん最先端のことを追求しだすのよ、やっぱアマチュアでさ、うん、で俺はさもうバンヘレンでくじけてるからとりあえずバンヘレンでくじけてるからもういいや新しいことできなくて開き直す、それよりもなんかこうブルージーがなんかこう、でこうチョーキングで一発でこう行くぞみたいな。お前何やってんのって言われて、でなんかそれからちょっとバンド熱というかそういうのがなくなっちゃってね。だから20代はあのギターは弾いてたけど、よそのバンドの手伝いとか裏方、荷物運んだりとか。物販の手伝いしてくださいこんなことであっても27、8ぐらいでもそういうのってないでしょ。ないですね。20いくつの時はもうファントムでした。はい、27か8ぐらい27、8ぐらいかな時はファントムだった、はい、もうすでに、ね、ぐらいだと思う。いいな羨ましいな。え、でもさ、ギターを持ったのは中学の時ですか。多分中2の正月のお小遣いとかで、あのルナシーのイノランモデルを買って、おで、あのエドワーズの 10W のアンプがついてくる初心者セットみたいなやつを買って、はい、もうね、エドワーズっていうブランドが出た時点でものすごい覚醒感がある。あ、グラスルーツです。どっちかでしょ。そうだって俺の時はナビゲーターだったの。まあ高い方。いや、ちゅうかそれしかブランドなかった。あ、俺が中学生の頃、ESP だってやっと最近 ESP っていう名前が出てきたねっていう感じで、もう全部ナビゲーターブランドで、ランダムスターじゃん。はいはいはい。あ、そうですね、最初 ESP。うん、そう。
で、あのダウンエレクトリーみたいなヘッドキースでさ、最初でそこにさ、ナビゲーターって貼った初期モデルナビゲーターでしたっけ、最初ナビゲーター。で、ナビゲーターは今度、いわゆるギブソンとかあのフェンダーのコピーモデルを作るブランドになったの。 で、ね、はい、で、あのオリジナルモデルは全部 ESP になっちゃう、うん、だから、あとグラスルーツとかエドワーズとかってブランドが出た瞬間、あ、なんかもう違う世代の人だっていうイメージになっちゃうESP じゃないんだと。いやー、高かったですよ、ね、高かった、30万とか平気で売ってたね、そういえば3万円とかで買ってます、ギターを。もう3万円というとフレッシャーのギターとかもうフレッシャーなんつったって多分ゆうちゃんの世代で分かんない人の方が多いんじゃない。中古では見ますけど、うん、店では置いてなかったですね。新品で置いてあるとか見たことないでしょ。ないですね。新品で吊るしでいっぱいあったからフレッシャーダーン、フレッシャーセール、フレッシュマン、フレッシャーセールって、うん、もう名前がフレッシャーだからフレッシュな、こう要は新人さん向けのそういうことですね。そういうことなんです、うん、廉価版ギターだから、あのベニヤ板でボディ作ったんですよ。そうで、レスポールなのになぜかボルトネックとかさ、あ、そういう感じ。グレコとかもそんなのありませんでした。グレコも安いのはそうだった。そうですよね、うん、セットネックとかが普通になったのって77、8年頃くらいだから、俺が中学入ってから、その前は何が何でも全部ボルトンだったよ。セットネックなんて超高級品で、確かグレコのボルトンのレスポールさんとかもあったな、僕買っちゃったな。レスポール意外と持ってるよね。いや、でも全然あの弾けないですね、レスポール。あ、本当？全然ダメですね。あのファントムの時レスポール使ってましたけど、いや、あの時ぐらいですね。あ、そうなの。いや、ほんもうずっとストラトなんで、形は。まあ、最近はストラトタイプを使ってるとこしか見たことないから、まあ、リュウちゃんといえばストラトみたいなイメージには今はなってるけど、最初の頃それこそファントムでレスポール使ってたから、うん、一番最初あの高崎明モデルを持っていて、そうそう、それはダメだって言われて、そりゃねえだろイメージがイメージが違うとか。であの時ハムがなくて、うん、でレスポール作ってもらったんですよ。ああ、そうなんだ。俺レスポールのイメージがすっごい強くて、あ、でファントム辞めてからなんかレスポール持ってないから、実はレスポール好きじゃなかったのかな。形としては好きだったんですけど、うん、レスポールに入ったその欲しいなと思ったきっかけはロバート・ブリフトだったんで、そのなんか一般的なそのジミー・ペイジとかそっちじゃないんですよ。ロバート・フリップの方から来てるんで最初これですね。そうですね、これもすごい難しいところ。そうそう、もうね、なんでそんなことできんのっていう、絶対さ、指こんがらがるよこれ。これ、本当は倍ぐらいですね。このぐらいもっと速い、もっと速いぐらいです。テク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 、絶対弾けねえの。だから、レスポールもアーム欲しかったです。あの確か本人ケーラーかなんかついてるんですよね。あ、そうなんだ。確か。で、それ見てアームついてるレスポールないかなって。ちょっとなかなかレアな要求だよねエルナンデスとかで多分あったと思うんですけど。あ、まあ出てはいたけど。で、さらにあの、あれサスティナーとか欲しかったですね。もうサスティナーなんてずっと後だもんな、俺出たの。あ、もう30とか超えてたもんね、サスティナー出た。未だに憧れますけどね、サスティナーは。そうなの。俺ね、30くらい、もうちょっと若いか、27、8ぐらいかな、の頃に、ヒデモデルが、ヒデモなんですから出てて、木琴についてましたよね。で、あの黄色でハートマークいっぱいついてる、うん。で、あれの木琴についてたの。うんうんうん、で、俺それをさ、あれすごい高かったの、当時。そうですね、本物は高かったですね。本物っていうか。うん、その本人モデルって、はい、それをなんかひょんなことで俺ただで入手したの。イメージがないですね、また。いや、それね、あのね、ちょっとした理由があって、はい、あれね、当時ね、
まあもう今時効だから言ってもいいと思うけど、あの某運送会社の事故品だった。要は何がダメかっていうと、なんかケースに入れるのがちょっと甘かったらしくて、ボディに打痕ができたの。あ、ボディの裏側かどっかにバコって、でもすっごいちっちゃいのよ、米粒ぐらいのさ傷なのに、お客さんは新品で買ってるのに、あ、もう運送会社でそんな傷つけられたんじゃやってられないみたいなことになって、保険対応になって、お客さんは保険で新しいそのヒデモデルを買ったらしいですね。でダメになったヒデモデルどうするのかなと思ったら、もう保険で支払いが終わってるから廃棄処分にするんですって。でそういうので、そうちょっと金目の廃棄物が運送会社の倉庫に眠ってるわけよ、今のように。で俺たまたまその仕事でその運送会社に出入りしてたんで、なんでこれこんなギター置いたのって、そこにそのギブソンのレスポールの猫漏れたやつとか、ゴロゴロしてるわけです、その中に。で、ああ、これなんか好きなの持ってっていいよ、もうどうせ捨てるかと思って、え、マジでって思って、見たら、その、木琴は、打痕はついてるけど、どこも異常なしなの。一応これ持ってきますよ、みたいな感じで、戻ってきて、で、家でサステナー試したんだけど、なんかよくわかんねえな。どうなってんの、どうやって使うのか全然わかんねえなって。だからさ、アームがついてなかったじゃん。モギついてないですね。ついてないでしょ。当時、プロイトローズがついてるギターが欲しかった。とりあえず1本ないと困るなって、でも自分のストラップにプロイトローズをつける勇気はなかった。もう二度と戻らないと思って。そうですね。そうで、なんかプロイトローズをつけるギターが欲しかった。もしくはついてるギター。たまたまそのモッキーがあるじゃんって。あ、つけたんですか。これにつけようと思って。さすがにあのハートマーク照れるから全部剥がして木目にして、なんかあのいわゆるマホガニ色に全部して、でプロイトローズつけた。でサスティナー外して、普通のパッシブのカードに戻して、でしばらく使ってて、でみんなにこれ何これ何って言ったら、ヒデモデルが言ってどこがってこんな汚いヒデモデルねえぞとか言われて、これは20代後半ぐらいですね。2年ぐらい使ってた。あれ重いですよね。いや、軽かった。軽いんですか。軽かった。そうなんだ。なんか大きいと重いイメージが。めちゃめちゃ軽くて、で、ベッド落ちするんだ。そうですよね、あれ落ちますよね、すごい引きづらくて、これその後にあのジャクソンでランディローズモデル、RR を買って、もうそれは最初からフルドルっていうか、それに変えた時にモッキーもいっぱいあった。あ、でも売れるんですね、ちゃんと売れる。フロイトローズついてるからさ、当時珍しかったね、フロイトローズ付きのモッキーが。あ、ないですね。今はあんまないんじゃないですかね。今はほら、なんだっけ、なんだかモデル取れた、あれだよ、ガンズに入れた、ベルベットリボルバーの時使ってた、スラッシュ。そう、スラッシュ。スラッシュ使ってた。スラッシュ、赤いモッキーにアームついてたじゃん。ものすごい似合わないやつ。そう、全然似合わなくて、ダセーと思ったけど、黙ってレスポール弾いてるなって思ったんだけど。そうそう。当時はさ、だから全然なかったの。ないですね。アームがついてるモッキーって。で、俺のやつは、まあお手製だけどアームつけたからさ、アーム付きのモッキーだけどいるって言ったら、いるよって。いくら出すよ。2、3万なら出せるけど、3万っつって。あ、そんな金額になっちゃうんだ。そう。あ、じゃあ3万でやるよみたいな。だってもともと俺タダで入手してた、本体のさ。で、フロイトローズも中古のフロイトローズだから、当時ね、2万ぐらいで買えたの。当時って高かったんですよね。当時ね、だって新品15万とかしてたから。なんかすごいですよね。そう。今新品でも5万ぐらいでしょ、せいぜい。もっと安いかもしれない。ね、3キュッパとかでもあるよね。で、当時はさ、あのフェルナンデスとあと ESP で喧嘩してたんだよ。今 ESP ですか。今 ESP ですよ。フェルナンデスと、でなんかあのどっちが正規輸入かっていうの裁判やってたの、しばらく。あ、裁判までやってたんですか。裁判やってたのって、あの知らないんだけど詳しくは。でなんか結果 ESP が勝ったらしくて、でフェルナンデスはあのあとアンダーラパテントになっちゃった。そんな、なんか経緯があって、で、安くなってって、そうだね、俺はその15万、当時15万にしてた ESP 側の、あのフロイトローズを
中古で2万ぐらいで買ってつけた自分で。あの当時ルーターとか持ってなかったから。ああ。彫刻刀とか。いやこの貫通穴を全部ドリルでかける。ああ。バチバチバチ。で深さを直して大体ドリルでガーッと開けて、はい、あとこう何しろカッターナイフ的なものとかのみとかで、ね、整形してつける。よくそんな作業を、ね、当時やったなと思って今絶対やりたくないけど、うんね、だからねそういう変なギターを、ね、使ってた。あそうそう使ってたギターというか今まででさ一番さなんかこれは変でしょっていうギターが、ね、自分的にでも使ってたみたいな。後にあのストラトの NV モデルを自分で買うんですけど、うん、あのその前に、うん、その高崎明モデルを買って高崎明モデルが、まあ、一応ちゃんと音出たんで、うん、でイノランモデルその最初に買ったやつをスキャロップにしてみようと思って、はい、イノランモデルスキャロップしよう、はいはい、で自分で彫刻刀でこうネックをえぐって、うん、でさらにそれでインウェイモデル買ったじゃないですか。もうだから今度スキャロップいらなくなったんでだね。で今度フレット抜いてみようってなってフレット抜きみたいになってフレット抜いてだんだんロバート・フィリップみたいになってでもボロボロになって今も家にはあります。あ持ってるの？持ってます。最初にボディはあります。ボディはある。ネックは一回なんか木を埋めちゃって、うん、もうボコボコになっちゃったんで、うんうん、でも全然使い物にはなんないんで。 あれレスポールなんですけどネック外れるんでだよね。ニューラモデルはボルトンだもんね。はい、ボディは残ってますね。あじゃあ何ネック調達したら使えるようになるんじゃない。ただあれなんか変なんです。えどういうこと。あのミディアムなのかなショートなのかなんか変なスケールで、うん、ミディアムかな。だってレスポール自体がそもそもミディアムじゃん。でもすごいちっちゃい感じするんですよね。あ、そうなんだ。なんか詳しくわかんないですけど、ショートなのかな。ムスタングみたいなスケールなんだよ。で、まあやっぱりチューニングが合わないんですよ。あ、そうなんだ。もうボコボコにしちゃってるっていうのもあるんですけど、ボディに。そうなんだ。俺最初のギターはもうないんだよね。高校や、違う、中学か。中学の時にグレブのフレングブル買うて。はい。初めてのエレキで、で友達からは初めてなのにそれ初めてなのに V やろみたいな、うん、っていうのは俺の時代はさもうリッパートとレッドゼッペリンの、うん、ストラトかレスポール、そうストラトかレスポールなの、ねうん、みんなのフェイバリットはもうさどっちかえどっち選んでもさ誰かと一緒なわけ。そうすっげーそれはすごい嫌で絶対俺友達は誰も持ってないやつを買おう、うん、でもどんなギターがあるのかなんて当時はガキンチだからまだ知識もないし、うん、そうですね。でたまたまキッスのボールスタンレーはキッス好きだから、うん、ボールスタンレーがちょうどフライングブーを使ってた頃だった、うん、75、6、7年ぐらいの話だからでこれしかないこれは誰も持ってないだろう、うん、で友達で行くといやかっこいいけど、うん、高いし、まあ高かったよ。だって当時グレコ6万円だったのフライングビーが。でもストラトは3万8千円からだよ。フレッシャーのストラトとか確か3万円とかで売ってるわけ。でグレコも SE38 って3万8千円のストラト売ってる、はいはい、でもフライングビーは安くて6万円だったの、うん、で俺がそれでみんなに聞くと欲しいけど高くて買えない。当時ね、中学生だし物価も今と違うから、うん、3万円に思えたらもうめっちゃ大金だから、ね、誰も買え6万円のギターはさすがに誰も買えないみたいな話で俺よしと思って2年3年くらいお金貯めて、うん、もう小学校でずっとお金貯めてたからね、欲しくてでやっと中学の2年の時になんとなく買えそうな金額になってちょっと足りない分親父に泣きついてなんか2、3万ぐらい補填してくれたと思うんだけど、うん、でそれでグレコのフライングビューを買ったのよ。みんなにすげえすげえって言われて、うん、でもね俺ね
チェリーレッドを買っちゃったんだ。はいはい、ポールスタンレーが好きだから黒か白が良かった。できればミラーついてミラーピックガードでワンハンドだったら完璧だったで俺さ、あの地元の駅や玉光堂にさ、はい、見に行ったの。たださ、あったんだよミラーピックガードのワンハンドが、うん、色ブラックでこれ欲しいっすなるじゃん。店員がさ、いやそれはやめた方がいいってどうしたよって言ったら、そのジェリーレッドのフライングがノーマルだからスピカップね、出ない一緒だったで、店員は来るなるほど、同じ値段でこっちはマイクが2つついてる、こっちは1個しかついてない、ついてないやつに増やすのは大変だけど、ついてるやつを外すのは簡単だって俺それでそうかと思ってもうすっかり乗せられて、そのスピカップの方のフライングを買ったんだけど、はい、うちに届いてからチェリーレッドってそのね、あのワインカラーがさ、なんかダセーと思ってた。今はかっこいいですけどね。今はね、当時はさ、ポールスタンレーが黒いブリを使ってるから、もうそうなのかっこいいですね。もう絶対かっこよくよ。ピックガードミラーでピカピカするしさ。で、こっちはさ、チェリーレッドでピックガード白だからピカピカしないんだよ。渋いっすね。渋いけどね。それでさ、なんか、あちゃーみたいな感じがして。でも俺、それはね、中学3年の、卒業して高校入るじゃん、春休みちょっと長いじゃん、はい、中学から高校入る時だから、庭先でさ、家の実家の庭先でさ、塗装全部剥がして白の缶スペーが来て、うん、白に塗り替えた。いや、もったいない、もったいないでしょ、今考えるとね。で当時はね、俺なんとしてももう白か黒の部位が欲しかった、うん、もうジェリーレッドは嫌だったで、それこそ菊屋が泣き上がって今もないんだけど、もうなくなったんですか菊屋も。ない、あらららら、菊屋って泣き上がって、そこにたまたまなんかこう何かを買うわけじゃなくて、ただブラック行ったことがあって、そしたらフライング V のミラーピックガードですよ。ピックガードだけだけだけ、もう一つはもう有無を言わそう、それ買っちゃって、はい、すごい高かったんで、確か8000とか9000とかしたんだけど、それ買って、でもこれをつけたらポールスタンレーだって、だけどチェリーレッドじゃダメだってなって、それで色を白に塗り替えた。チェリーレッド今はありそうな組み合わせですね。まあね、まあでももったいない、音変わったんでしょうね、やっぱり。いやもう多分ね、でも当時のねあのガキンチョの耳には何がよくかよくわからなかったですね、うん、グレコのピッカピカですね。当時 U1000 ってやつが、ウルトラ1000ってやつが出てきて、で当時はよく分からなかったんだけど、今聞くとあのギブソンの70年代のティートップとほとんど同じ音がするね。めちゃめちゃいいピックアップだったね、あれね、実はね。結構あの中古でポロって出てるやつとか結構いい良かったりしますよ ね。古いやつね、78年、9年、81年ぐらいまで。一回なんかあの職場の人の SG がなんかいろんなことで手に入れたらしくて、で板バネあのビヨンってなるやつあるじゃないですか。板バネビヨン、あのなんていうんですかね、弦を外したらこうビヨンってなんていうんですか、あのこういうアームがそういうのじゃなくて、バネのやつあるじゃないですか。あるね、あれがあって、で弦張れないからちょっと見てくれって言われて、その時借りて弦張って自分で弾いてみたんですけど、これこの値段で買えるんだっていういい音になるんですけど、 SG 全然似合わなくてSG ね、全然ダメです、想像つかないね。音は良かったんですけどね、もうなんかこんななっちゃって、あバタヤン的な、そうなんだ。グレコはいい楽器なんだなってイメージはありますね。俺もう今ね、うちにあるグレコはね、エスポールが2本とミラージュが1本あるよ、あと GO がある、GO2 と GO がある。グレコの GO って知ってる？ GO ってどんなの？アレンビックみたいなデザインのスルネックで、木目で、スルそうメープルウォールナットの5ピースのスルネックで、こうウィングも全部ウォールナットとかメープルのラミネートで、
パッと見アレンビックっぽい雰囲気のやつが当時でしたね、あの10年代後半に。で、それをあいつら、もう名前がね、出てこないからだんだんジジイになってくるから名前が出てこない、あれです、ガンダーラとかやつでしょ、ゴダイゴ、ゴダイゴ、そう、はい、ゴダイゴのギターの人が使ってたんですよ、こうギターをね。それ見てなんかすげえ高そうな使ってると思って、最初アレンビックだと思ったの、アレンビック見てなんか形違うんだって、もう一回テレビ、当時雑誌とかもないからテレビ見てたらまた出てきて、で見るとさ、グレコだった、あ、これグレコなんだと思って、グレコの形見て乗ってんだよ。でも当時はさ、買えないから、そうだってフライングで買っちゃったから2本目3本目で買えない、はい、それでずっといつかは触ってみたいなと思って、まあ10年くらい前にまあひょんなことで手に入れたんだけど、なかなかね、重たくて弾きづらい、重たいんだ、重たいよくこんなのみんな弾いてんのとか、あ、なんかね、ネックとかもね、全然こうシェイプがさ、もっさりしてるんだよ、とにかく、あ、何もかも持ったら重いしさ、ネックはもっさりしてるしさ、もっさり、そう、なんかこうシュッとしてないです、なんかこう中途半端な太さでさ、そういうのも、あ、多いですね、そうで、なんかこう太いわけでも細いわけでもない、どっちがお前みたいな感じのネックですごい使いづらくてでそれに比べたらミラージュとかはちゃんと、あの、割と現代的な、ちょっと幅はあるけど薄手のネックなんだよ、だからゴーだけなんであんなもっさりしたネックなのかな中途半端なかまぼこネックなんです、やっぱり憧れますけどね、そう、自分は聞いたことないんで、ちゃんとは、うん、座って弾けないっていうイメージしかないですけど、あ、V ね、 V、うん、V はね、うん、もう今 V だけどうちに15、6本あるから、もう木屋さんのイメージ V じゃないですか今、まあ、最近ストラトかなり使ってますけど、いや、それは単純にあのセッションに V 持ってくと邪魔くせえからっていう理由だけど、あ、たまに持ってるじゃん V を、はい、セッション年に1回か2年に1回ぐらい、だからやっぱさ邪魔くさいんだよ、こう広いじゃないですか、そうそう、場所狭いからさ、あ、でギターでかくてさ、結構ちょっと振るとさあちこちがあってぶつかるし、トントムやってた時は、うん、RG かなんかですよね、そう、何度も RG だったんですよね最初の頃、うん、でゆうちゃんいなくなって一人になってから V に変えたの、あ、そっか、そう、で一人になって、で最初どうしようってなって、どうしよう、だって一人になってさ、あ、結構辛かったんじゃないだってさ、リュウちゃんもさ全部ギターソロとかリードパート全部やってた当時、あ、で俺さ、練習サボってさ、なんかコードの枠だけやってみないみたいなつもりだったから、リフとかは弾いてたけど、はい、ギターソロとかさ、もう全部丸投げしてたから、半々ぐらいでしたっけ、いや、もうほぼ丸投げ、そうでしたっけ、そう、あ、もうこれ弾いて、あれ弾いて、これ弾いて、あ、それはよく言われてましたけど、して、なんかちょっと不満そうな顔して、でも翌週にはちゃんと弾いてくれたらさ、すごい、俺不満だったわけじゃないんですよ、あ、そうなの、ね、あの、自分のピッキングじゃないのがよくあったんで、あの、木屋さん当時、打ち込みでフレーズ作ってたじゃないですか、そう、今もそう、だからあれを自分で起こしたときに自分の得意じゃないやつだったりするんですよ、まあね、だったんですよ当時、うん、それで弾けなくて弾けなくて、でも弾けないって言えないじゃないですかなんで言えないの言えばいいじゃない、弾けないよそれそんなの無理だよ、それなんとか弾かないとと思ってやってましたね、それは何、もしかして俺が威圧感があったってこと、いや、そんなことないんですけど、なんか宿題はやっていかないとなって感じ、真面目だね真面目だね、やっぱりね、あとあの当時ギターしてて乗ってたんで、そうそう、うん、その使い道に結構苦労したんですよね、 あれさ、まだ当時のギター新生だからさ、音遅れが激しいじゃん、遅いです ね、弾いてから音出るまでさ、なんか一瞬こうカクってくるぐらいの時間数であるじゃん、オーケストラ率がかなり、だから木屋さんたちよりかなり早いタイミングで弾かないととか、そうそうそう、なんかそんな苦労しましたね、そうだよね、それをさ見てさリュウちゃんいなくなったらどうしようって、でも今の
同期してるスタイルになったしね、うん、俺は同期したくないのよ本当は。あ、全部生でやりたいの本当はね、うん、けどもうできないからさ、現実問題としてそんなこと言ってた。キーボーディスト、だからキーボーディストもピアノ弾けますみたいなレベルもできないからさ、うん、あのシンセサイザーをさもう操れますぐらいのレベルじゃないと、俺がやりたいそのファントムの打ち込みのあのレベルのことってできないから、まあ、そういうのを求めちゃうじゃん、うん、でそれできないんだったら別にキーボーディストいらねえやと思ってるし、まあまあ、かといってじゃあ自分で全部できるかったらできないし、うん、じゃあどうするってなったらもう打ち込みを流して同期でやるしかねえのっていう、そういう結論に達したの、うん、あの後でもあの結論に達するのに半年ぐらいかかったの。まず自分行った時、木屋さんがギターを弾かないでキーボードを弾くってやつありましたよ、ね、そう俺はもうあの時は本気でギターをやめてキーボーディストに転身しようぐらいの思った。何回かキーボードで入りましたもんね、スタジオ。そう、キーボード持って、まあギターも持ってたけど、で俺がキーボード弾くとすっごいブーイングでやめてくれみたいな話だった。もうそんなの弾かれたら邪魔くさくって練習できないと思って言われて、まあ、言ってたの信じやけど全部そうですね、なんだよって俺練習なんだからいいじゃないかって俺は思ってたんだけど、あいつはなんかそれが不満だったらしくすっげえもんで、うん、で結局却下になったから、ギターに戻ったちょいじゃねえよ、まあ、ギターを全面することにしたっけ、リュウちゃんいなくなってえ 100% 俺自分でやらなきゃいけないの全部って。だからさ、ギターソロのさ超速い人がさすげえ面倒くせえフレーズとか全部自分で弾かなきゃならないわけ。そんな速く弾ってましたっけ。弾いてた、弾いてたか、うん、すごいね。俺もう今封印してる曲があるんだけど、ファントムで1曲だけ、はい、なんかもう忘れたけど、ああ。こんなフレーズが延々続けた。しかもさ、結構なスピードじゃない。ガタ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 。それリュウちゃん弾いてたよ。そうそう、それ。それを弾いたわけ。ありましたね。で、俺さ、それ一生懸命練習だわ。無理ですって言われて。これ弾けないからやめようっつって、あれから一回目やってた。あ、そうなんですか。あれキーボードとか打ち込みでもやってないんですか。やってないんだ。一切やってない。あで、さらにあれ原曲作ってるの信じない。あ、そうでしたね。そう、うんうん、で、俺はあの曲結構あの好きだったんだけど、このイントロが弾けないがためにもうゆうちゃんがいなくなってからやってないんだよねってなっちゃうし、途中でこれなんですよ、そのすごい苦労したのは。そうなんだ。で俺あの練習とか録音したテープじゃないけど、撮ってましたね、うん、はい、後で聞くとちゃんと弾いてるのよ。で俺それを聞いて、俺やったんだって、リュウちゃんいなくなった後にシンジがさ、ブブーって弾けてない、ダメですみたいなさ、あで何歩練習しても弾けないから、もうやめようこれっつってやめるっつって、あいい曲だった感じしますけど。いや、いい曲だったよ、曲自体が。だけどね、もうそれでリュウちゃんがいなくなって1曲できなくなったっていう曲が1曲あったりとか、でその他の曲も結局なんかすごい面倒くさいフレーズとか、あ、俺的にもうこれ弾けないみたいな流行る人が何曲かあって、そこら辺もすごい練習して
で、ゆうちゃんが作ってる感じ。はい。あれもさ、ゆうちゃんの弾いてる通りに俺弾けなかった。ああ、アルペジオとかですか。そう。ああ。だから、もうとりあえずコード進行同じにして、もうパターンは全部自分アレンジに直してやったりとかする。すごい大変だったね。そういうのいろいろあってね。おかげでちょっと、なんか俺ギター練習するようになったあれ、リュウちゃんいたら俺多分もうギター今頃弾いてないと思う。いや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 曲だけ作ってこうキーボードの打ち込みにちょこちょこっと生演奏をかけたりやってて、ああ、リュウちゃんのおかげよ。なんとなくギター練習してんの。あ、練習してんの。それ普段練習ギターですか、うん、練習っていうつもりで弾くことって多分ほとんどないですね。え、自分のバンド以外で活動として。いや、でもセッション行くぐらいで。あ、そうなの。もうだいぶ自分のバンドにこうふっと入り込んでる、はい、え、曲って自分で作ったの。そうですね、そうなんだ。メロディーがあなたで評価が来るときもありますけど、ね、外声は全部。もう、なんか、りゅうちゃんらしいなと思うけど。あ、帯広。帯広で。帯広で見たときに。ああ、こういう曲なんか、りゅうちゃんらしいよねと思ったけど、はい、ああ、でもこれじゃファントムやめるよね。いや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 。これじゃやめるわ。音楽性はここまで違うんだ。当時でもファントムやってた頃は、うん、なんか木屋さんが作ったデモじゃないことやらせてもらってたじゃないですか、うん、見ないフレーズとか勝手に入れてみたりとかして、うん、で怒られたこと一回もなかったんで。まあ俺そういうの別に嫌いじゃないからああそういうのもあり、そういう解釈もありなんだみたいな、うん、でかっこよけなんで見るかな、うん、で後で辞める時とかもそういう話した時にそうやって言ってくれて、うん、であの感じっていうのが多分自分の芯にあるものに対してどういう風な状況するかっていうのが結構あそこで、うん、って感じをしますね。あ、そうなんだ。お、意外とこう知られざるなんちゃらが出てくるって言われてね俺の中ではあんまりね考えてなかったけど、なんか めっちゃいい時間になってないもしかして。5分前だ毎回なんだよね。だいたいね、話盛り上がると1時間じゃない、もう足りないの、うん、まあそうっすよね。で、肝心なことが何も話さなくて終わっちゃう一応ね、俺の中ではこう、はい、あのいつから音楽始めたのとか、いつからギター弾き始めるのとか、うん、あと誰の影響を受けたのとか、うんうん、で最近どんなプレイしてんのとか、どんなの聴いてんのとかさ、いろいろあんのよ、頭の中で。だいたいね、こう世間話に来て、そうですね、ああだろ、これ言うと時間なくなっちゃう、うん、ね、ほんと。いやちょっともう一回やろうね。あ、ぜひこれの続きを、はいね、今までね、この半年間出てきた人たちも大体ね、もう一回やろうって約束しても、もう一回じゃ足りないからって。そうですね、一人頭2回ずつ過去編と未来編みたいな感じ。まあそうだ、ね、過去編、未来編は分かんないけど、一番最初ね、キミヒコだった。あ、見ました。で、キミヒコ1回で足りなくて2回連続出てるそう、そうですかね、やつだけは嬉しそうだけど、うん、だからね、まあ、りゅうちゃんももう2回目を、ね、ちょっと計画します。はい、ぜひお願いします。月曜日の夜だからスケジュールを開けとくようにということで、もうね、見てる人を置いてけぼりで喋ってるからそうですでね、告知関係です。俺の告知、あ、まずリュウちゃんの告知からやろうか。あ、いいですか。うん、告知ある。7月6日、もう今週末なんですけど、ESP ホールで、クーミンフェスってやつに出ます。あの、バンドで、ロアで出ます。お、そして、13日、7月13と14も、2日連続でクレイジーモンキーに出ます。それでやるの？イベントは別なんですけど、たまたま違う人に誘われて行ったらクレイジーモンキーに出ますね。なるほど。近々は7月そんな感じです。
俺はね、7月はね、10日にブロコで、すごい大変な今日10日だよ、ね、本番10日、はい、今日セットリストきたの、ね、あ1週間だ、1週間、もうね、えっていう、しかも何曲だったの、ちょっと待ってこれこれ小芝大蔵さん、あのエレファントってバンドの他の人が東海に札幌に来るんですよ。でそこでそのまあやるぞと、ちょっとバックでギター弾けと言われて15曲ぐらいあるのうち半分ぐらい初めてなんだよ。でしかもそのうち6曲ぐらいオリジナルなのよ彼。俺さあんまさ洋楽で育ってるから、はい、邦楽のさメジャーの人たまによく知らないんだよ、ね、はい、だから初めて聴く曲がさいっぱいある、うんうん、すごい大変だよ。でもね10日はね俺結構面白そうだから、うん、まあ、これから曲を覚えなきゃいけないんだけど頑張ろうと思って。1週間1日2日ペースぐらい、結局1日2、3曲ペースぐらいで譜面全部起こして覚えてかなきゃなみたいなのが一つ、はい、でもう一つはでしょ、その後12日か、7月の12日、金曜日、これはエベツのタンガランドで王様が来ます、うん、で例により、家来バンドとしてまた何曲か、王様の横で弾かないといけない。俺毎回断ってるの王様には。あ、そうなんですか。嫌です、やりたくないですって言うんだけどいつかやれって言うの毎回でしょうがないから、なんか家来だからさ王様には逆らえないんで、はい、まあやるんだけど、ぶっちゃけ恥ずかしいからさ、あんまり入れてもないんだよ。本当ね。だって王様弾いてんのにさ、邪魔くさいじゃん。まあ王様上手ですもんね。めっちゃ上手いからな、ね、あんな変な格好してやってきた。うん、まあそれが12日。はい、で、14日。14日が、デュースじゃねえや。今なんですか。スパイス、そう。もっとデュース、現スパイスっていうところで、そのファントム・オブ・ソロの、そうなんですよね、そう、新メンバーの一発目お披露目ライブが、いや、かぶっちゃったんですよね。あります。え、かぶっちゃってね、じゃあ、食べられる感じで。あ、そんなこんななんで、まあ、札幌にいる人、来てください。で、あともう一つ、令和元年ことに夏祭り、7月21日、うん、11時から17時、要は夕方5時まで。はい、っていうね、こういうイベントがあるそうです。飲食屋台キッズコーナーステージイベント、琴にご当地アイドルチームクレレコが出てくるそうですね。もう最近このアイドルって見てる？あの今僕も今ラジオやらせてもらってて。あ、そうなの？札幌村ラジオで。マジで？はい、そこでビレッジラインという時間帯のやつ、だいたい8時からの夜1時間、はい、で1時間喋ってるの？1時間金曜日にうちらロアのヒヨと一緒にやっていて、そこの枠はアイドルの人たちとかいますね。マジで？うちらだけ異色。あ、そうていうかそれで最近リュウちゃん喋れるようになったのね。あら今まで、この間オビトで MC に来て、はい、よく喋んなと思って今まで何も喋んなくてギター弾く時も一歩弾いてたし、最近一歩前に出て弾くようになったし、はい、何が起きたんだろうと思ったら、そういうことだね。ラジオで鍛えてたのか。そうかそうなんだ。ラジオもぜひ聴いてみてください。そうだね。で、まあ、ことになんか夏祭りなんで、はい、7月21日日曜日、クレレッコが来てるらしいので、来てるというか出てくるらしいので、琴にの人とは言わず札幌市内でもその近郊でもいいので、ぜひ集まってヨーヨー釣りとかスーパーボールすくいとかなんかいろいろあるらしいのでやってください。ということで、よしと次回は7月22日ですね。22日、本当だと今日1日だから15日にやる予定なんですが、15日は祭日ということなのでお休みをいただきまして、翌週22日に
やらせていただきます。22日は、この人がね結構年寄りで札幌ハードロックシーンを支えてくれる高田さんというギタリストを呼んでます。何も問題がなければ多分もうもっさりしてなんかヘビーのギターを持ってきてくれるという、まあ、そういう感じなんで、ちょうどいい時間となりましたので今日はここらで、まあ、リュウちゃんにはまた次回来てもらおうと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでそれではまた。